さあということで今回もね大聖巨人軍を復活する物語やっていきたいと思います。はい、ということで相変わらずの大接戦、なんと3チームがね 0.5 ゲーム差内にいるということで、これが本当の3密ってネタを前やったんだけど滑り散らかしたんですよね。はい、まあ、坂本さんがねあと1日で帰ってくるんですけれども、まあ、今日の動画では坂本さん出れません。ただこの動画が終わった後はねすぐ坂本さん昇格させたいと思います。はい、まあ、基本的に動画外では選手の入れ替えとかしないんだけれども、坂本さんは別です。はい、そして坂本さんがいないのにここまで接戦を勝ち抜けてるってのは地味にすごいと思う。やっぱ巨人って強いよね。さあということでメンバー見ていきますか。まず菅野さん、まあ10勝5敗、まあ、とりあえず13勝を乗せてなおかつ1点台だったら沢村賞候補に一気に近づくんで頑張ってほしいかなって思います。そして山崎さん、いいじゃん、前回も良かったけどね、次の登板も良かったっぽい。ただ回復 F なのがねちょっと厳しいところあるね。そして井上さん普通に活躍してんだよね。そして万世らしい、もうめっちゃ使えるやんいいね。そして平内さん、いいね、結構普通に投げ切れてるもんね。去年も先発させたら新人を取れたのかな。でも森さん強かったから厳しいか。そして今村さん、さすが良かった、2軍にバイバイするような成績じゃなかった。そして今日先発の高橋さんと今村さん、序盤はね負けなかったんだけど徐々に増えてきたね。まあ仕方ないわ、ずっと調子いいわけにはいかないしね。うん、そして中継ぎ野上さん、いや相変わらず防御率の割に負け数多いなって思うんだけど、ついに勝ちがついたのでセーフ。そして沼田さん、1が多いね、素晴らしい。いや沼田さん本当にイケメンだしね、もう高梨さんもそうなんだけど、巨人の中継ぎは結構イケメンが増えてくるかもしれない。うん、沼田さんや高梨さんね。そしてビエラさん、はい、そして伊藤さん、そして高木さん、そして、中川さん、まあ投手陣安定してきたんでこのまま保てれば多分1位狙えるかなって気はしますね。はい、さあそして打線ですね。はい、まず若林さん、もう若様がすごい打ってる。正直1番は若様じゃない方がいいんじゃないかなって思ったりしてるけど、そして梶谷さん、まあ、梶谷さん負けてきたね。正直打率長打力ともに若様の上っぽいんだよね逆にするか。うん、そして3番丸さん、いいね、3割20本60打点このまま保って3割30本90打点狙いたいところではある。そして岡本さん、もう岡本さんは言うことなしだよね。うん、そしてグレイさん、2割5分切ったか。そしてホームラン出なさすぎじゃね、前回と変わってないよホームラン数、どうすんの。まあ後ろさすがだね。そして吉川直樹さん、そして秋広さん、あ、さあということでやっていきましょう。左腕対決だね、相手橋本さんか。いやどうなることかな。ちょっと橋本さんは打てるイメージね、前戦わなかったっけ、戦って打てなかった気がするわ。つか監督じゃ基本的に打てないんだけど監督じゃ打てない前提なんだけどね。さあそして今日はね大城さんファーストに回してキャッチャーに小林さんにしよっかな。はい、これぐらいやらないと厳しいよね。で丸さんちょっと、体力がやばそうなんで今日は重信さん使おっか。やべえこれ打てるかで今日3番若様かな。わすげえ3番若様かっこいいね。いやでも普通に打つからね、打つから問題ないんだよね若様はね。はい、ということでやっていきましょう。さあ京田さん、現実では2軍落ちでしたね。まさかの2軍落ちだったね。京田さんなんやかんやね、1軍に残り続けると思ってたからちょっと2軍落ちはびっくり仰天って感じで、三松さんと堂上さんがそんな調子いいんだなと思ってね。渡辺さんなんだこのホーム。最初の画面でこの人出てきて誰だろう、このフォーム初めて見たなと思ったんだけど、渡辺さんか。この渡辺さん前からこのフォームだっけか。ちょっとあららら、ら毎回ぶつけてないこのチームめっちゃぶつけてる。巨人はちょっと多いって言われかねないよね。うん、私は最初から攻めます。おい相手が攻めてきたな、走るからな。重野さん決めてくる、危な、怖っ。当てられて盗塁失敗とかもう何のために当てられたんだマジでかわいそうに。あーダメか、前回は打ってくれたけどね、今回も打ちたいところではあるがさ、若様頼む打ってくれ。はい、若様めっちゃ打たないこの人、すごいな、なんでこんな打てるんだ。そして走るか、もう一回走るわ。よし、基本的に盗塁警戒されなければセーフなるな。あのコースが当たるんだよね逆にこのゲーム、なんか知らんけど。インコース来い、攻めて、あー振っちゃった。あ、しかし落ちるんじゃないか、やった、いいね、最近ちょっと点入るね、ちょっと最近気前がいいね監督試合、素晴らしい。キラーではないが左ピッチャーなのに左バッター並べていくスタイル、たまにさ左率3。いやさ、現実の話して申し訳ないんだけどさ、今まあ土曜日なんですよこれ撮ってる時、ソフトバンク強すぎない、
どのタイミングで取ってるかっていうと、まあ、1戦目負けて2戦目の途中なんだけど、初回にウィーラーさんがホームランで先制したのよ。で、まあ、どうせ厳しいかなと思ったら初回の裏抑えたの。もうこの時点でツイッターにも言ったけど2年ぶりなのよ、巨人がソフトバンク相手に1イニングリード保ったので、いけるかなと思ってさ、さっき大盛況の1個前の動画撮ってたの で終わった後見たらさ、追いつかれてんのよ、2打席で2者連発で。で怖くない？もうさ、言っちゃ悪いけどホラー映画より怖いぞ、巨人対ソフトバンク。なんでだろう、なんでだろう。さあ行きましょう。もう正直ね、ソから始まってクで終わる、もうやだ、俺もう頭の中にちらついただけでも震えちゃうね、うん、はい、 OK。 強打を抑えるのはいつだ、強打なんつってね。さあ行きましょう。んー、まあ抜けないかな。さあわしは攻める。さっき当てられたからな。あ、じゃあ無理だ、周平さん守備。まあやっぱ周平さんって守備職人だな、厳しいか。よし、さあ皆さん、若様チャレンジの時間です。もう若様が打つしかない。もう若様が普通に優秀すぎんだよ。若様帰ってこい、信号頼む頼む。監督でもまあねえだろうな、監督じゃ。だからほら、ほんとさ、勝負仕掛けてほしい。絶対1塁からサードまでしか行かないんだよ。人2つしか進塁しないからね、このゲーム。岡本さん打って、悲しいよ私は。さあ現在2冠王の岡本さん、打点だいぶ振り抜いた、抜いたね、すごくね、これなんかめっちゃ打ちそうなフォーム。あー、キロさん止められない。ちょっとアキロさんじゃない、お城さんだ、ごめんアキロさん。ごめんアキロさん関係ねえや。おっしゅうかー、止めない。まあまあしばらくホームランじゃないだけマシだわ。さあ重信さんの肩を見せつけよう。あー、まあ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 ですね、はい。お、いいじゃん、いいコースいった。さあ抑えよう。高橋さんはね、塁に溜めるけど抑えるタイプだから。あ、似たような感じで取られた。こっちだけいい思いするわけにはいかないのか。あ、いやー、ちょっと厳しいっすね、難しいな、ね、私は悲しいよ。 OK、 あ、よしよしよし。あの得点圏にランナー置いても抑えるのが高橋さんだろ。 OK、 うまい、いいじゃん、シグラさん足速いぞ。いけるいけるいける、オッケーオッケーオッケー。さあ皆さん、ダイナマイト信号が今爆発します、見ててください。ファイヤー、あ、これ線香花火信号だろ多分。若さまで使うべきだったか一発勝負。あー、まあ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 、そんな連発して打てねえわ。受け付け岡本和真、さっきと似たような、でも当たりが強すぎる、さっきと違って。さっきは本当に詰まったっていうか先っちょだったもんね。こんな感じだったよね、さっきの岡本さん。ちょっとね、増田大輝さんで走るわ、頼む大輝さん。あー、前回はめっちゃ決まったのに今回全然決まらん。さあ、お、福さん出てきたか、いいね。よし、 OK。 ちょっと走んのはさすがに嫌だよね。走んのはさすがにな。あ、これ使う、じゃあ若さまで使おう。さあ三振しなかったから最低限だわ。さあ皆さん、若さま打ってくれ。外角の時点で知ってた。あ、もう外角構えた時点で知ってたよね、正直。もう負けです、もう負けです、これは打てません。さあ代打秋広さんでいきましょう。ビッグベースボールです。さあ、秋広さん頼む。打ったらでかい。グレーいけ、グレー。希望ないよね。希望がなさすぎんだよな。さあ、次誰だっけ、大城さんか、あ、違う。吉川さんか、いけ。ランナー貯めて一発勝負。あー、ランナー貯めて一発勝負の野望が打ち砕かれた。はい。ということで皆さんもご視聴ありがとうございました。 0.5 ゲーム差の大事な試合だったんですけど勝てませんでした。さあ次回から坂本勇人さんが帰ってきます。悲しい、前回の動画に寄せられたコメントが身にしみるね。現実と現実の現実逃避に見に来たら同じような負け方してるって。次は勝ちます。ではチャンネル登録高評価待ってます。ツイッターのリンク概要欄にあります。ぜひともツイッターのフォローよろしくお願いいたします。お疲れ様でした、さようなら。じゃあね、ちょっと打てなさすぎるな。